Hey guys, this is Yumi from English Bootcamp. Welcome back to my channel. 皆さんこんにちは。English Bootcamp の Yumi です。英語の発音コーチをしております。今ね、動画を回してるのはですね、実は先日ね、生配信やりますよっていうふうに告知したのに、時間が来てもね、配信がね、できなかったっていうことがありましてですね。楽しみに待っててくださった方には非常に申し訳ないことをね、してしまったんですけれども、なぜね、配信できなかったかと言いますとですね、実は11月の30日にですね、都内某所で YouTube のね、YouTuber のイベントっていうのがありました。全国ね、4カ所かな、まあ、東京、大阪と他ね、札幌、福岡もあったかな。なんか全国的に何箇所かでね、やった大々的なイベントなんですけれども、これね、私YouTuber のこのクリエイターズサミットとかねっていう、こういうイベントに参加するのってね、6年ぶりぐらいなんですよ。で、2019年ね、確かね、私ちょっと忙しくて参加できなかったんですよね。で、20年からもうコロナになってしまったので、全然こういうリアルなねイベントっていうのがなくて、なのですごい久しぶりで、でこうイベント会場から生配信しようと思ってたんです。ところがですね、前はできたと思うんですけど、今回ねダメだって言われたんですよ、生配信が。なので急遽イベントが終わってからね、下の入り口のところでちょっとだけ配信するっていう形になってしまって、本当に何のための告知だったのっていう感じなんですけれども、で、まあ、せっかくなので、イベント会場で撮ってきた動画とかね、お写真とかがありますのでね、どんな感じだったかっていうのをちょっとねご紹介しようと思います。で、お土産でねもらったものとかもあるのでね、そういうものもねちょっとねお見せしようかなと思ってます。最後までね、ぜひご覧いただければと思います。イベント会場はね、こんな感じでですね、なんと飲み物とね、フードはね、全部無料で提供されるんですよ。さすがは Google さんという感じでですね。で、なんかいろいろね、催し物があって、クイズがあって、クイズに答えて入賞すると景品もらえたり、あとこういう感じでですね、歌のね、パフォーマーの方たちがステージでね、いろいろ歌とか演奏をね、披露して、非常に盛り上がりましたね。もう熱気ムンムンでね、若い方のね、エネルギーとパワーをね、もらえる時間でしたね。英語 YouTuber もね、たくさん来てましたね。みっちゃんね、みっちゃんとね、ようやくお会いすることができて、実は共通の知り合いがいたりしてね、世間狭いなと思いましたね。あとね、この K さんとズーカツさんとかね、森哲さんなんかにもね、お会いできてね、とてもね、楽しいひとときを過ごしました。ロビーのところでですね、こうやってね、記念撮影ができるんですよね。で、Google のね、社員さんがね、撮影してくださいました。どうも、乾杯。これからイベント始まります。今私は、都内某所で、YouTube の、これなんだっけ、クリエイターコレクティブかなっていうイベントに参加してます。で、お友達で YouTuber の、動画ファンというチャンネルを運営しているナオミさんです。一緒にね、今日はたまたま一緒に申し込んで2人とも当選したので、こんな感じで、動画をね撮影しています。まだね始まってないんですよ、まだ、受付開始して、あともうちょっとで始まるんですけども、本当はねライブ配信をしたかったんですが、この中でのライブ配信は NG ということで、なので急遽、まあライブではないですけれども、とりあえず動画を撮って後ほど、アップします。お願いします。で、すごくね楽しいイベントにきっとなると思うので、なのでいろいろ映像を撮ったりとか写真を後ほどあげますので、楽しみにしててください。では See you! バイバイ。でですね、YouTube さん、 Google さんからねいただいたのが、こういうね、ちょっと見えるかな、こんな感じのね、こんなね袋を最後ね、アンケートにね答えるともらえるんですよ。こういうねトートバッグですね。で、なぜかねここにね、なんかこんな紐みたいなのがついててね、これでね、なんかレオがねすごい遊んでるんですけど、
このねトートバッグの中にお土産が一式ね入ってます。でまずですね何が入ってるかと言いますと、こういう T シャツです。でちょっとデザインがね以前と変わってましてですね、こっちが前ですね、なんかこういうあのこう新しい YouTube のロゴなんですかね。であの背中にこの YouTube クリエイターズコレクションっていうのがね載ってますね。でこれね白とねこの T シャツ白と黒がね選べましたけど、とりあえずねあの洗濯で色落ちしないようにと思って白にしました。でサイズがね男女兼用の M サイズと L サイズしかないのでね、女性にはねちょっと大きいかなって感じですね。でですねまだあります。ふれ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 、これでね遊ぶんですよ。これ何のためにやるんですよね。このね端っこにねこうついてるんですよ、こういうのが。これでこうかな、こうやって結ぶのかなよくわかんないんですけど。でね他にね何があるかと言いますね、このステッカーですね。こういうのあのこれどこに貼るんでしょうね、パソコンとかに貼るのかな、こういうのをいただきました。あとですねこれがねよくわかんないんですよ、これこのこれなんでしょうね、これなんか携帯ストラップかなみたいな。でも今時携帯ストラップってないじゃないですか、みんなスマホだし。でこれは何だろう、なんかクッションみたいなのがついてます。こういうのがあって、あとですねこれね便利だなと思います。これ見えますこれねあのパソコンのキーボードをね掃除するんです。これでここブラシになってて、でこっち側がねこっちもなんかねちょっとなんか掃除できるのかな。あこれはね便利そうでね使えるなって感じです。これがあのあれですよね、なんか充電のやつですね。なんていうんですかこういうの、コードじゃないや、なんでしょう、なんでしたっけ。もうね最近年のせいでねこういう名前がね出てこないんですよ。これ便利ですよね。なんかここんどうすんだろう、これ多分ここキュッキュッってやってできない、ここ引っ掛けられるんだと思います。ここねここで引っ掛けて持ち歩けるのかなっていう。であとですねあとはねあとこういうあれですね、あの Google さんからのご案内みたいなあの小冊子みたいなのをいただきました。以上ですね、あのお土産として最後帰りのところでですねアンケートに答えるとこれもらえるっていうのをね、いただきました。こんな感じでですね、このクリエイターズコレクションね、あの非常に楽しい一日でした。まあ、多分会場の中でね、あの Google の社員さんも含めて私が最年長だったんじゃないかなっていう気がします。本当に皆さん若い方ばっかりで、もう自分の娘息子ぐらい、下手すると孫ぐらいの人たちと一緒にいて、あのものすごくねパワーをねいただきましたね。楽しいひとときでした。やっぱりねこうやってあの人のエネルギーに触れるっていうのはいいなと思いました。楽しいひとときねご一緒していただいた皆さんありがとうございました。こんな感じで楽しいイベントでした。本当ね、あの会場からね生配信したかったんですけどできなかったので残念だったんですけれども、とりあえずこんな感じですよってことを今日はね、ちょっとお見せしたかったので、動画回しました。また感想とかいただけると励みになるので、ぜひぜひコメント欄に書いてくださいね。ではでは。